ともショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。昨日洗濯機を断捨離したっていう動画を上げて、それにつなげようかなみたいなのを思ったので、今日はですね、早速僕の洋服事情、洋服事情の中のタンスですね、僕んちのタンスをちょっとシェアしたいなというふうに思います。で、今、この動画収録しているのが9時半なんですけど、15分前に起きたんです。今日配達業者からの着信で起きて、今下にいるんですけど、家にいますかみたいな、はい、いますとか言って、で、取りに行ったんですけど、なので、エネルギーと水分とか補充しなければいけません。なので、ちょっと栄養補給をさせてください。はい、ドデカビーツを今から食べます。うえ、真っ赤っか。はい、生ニンニク入りビーツをいただきます。生のニンニクを追加してみました。前回飲んだ時はただの土を飲んでる感じで変な気分になっちゃったので、今回ニンニク入れたらちょっと味は変わるかなということで、早速いただきます。うわ、土の味消えてない。しかもニンニクの辛さが増してビーツを美味しく食べる方法を教えてください。はい、ということで栄養補給もバッチリ終わってですね、すっきりしたのかな若干変な気分になってますけども、で、この動画を見てですね、ドン引きしていただいたり、スッキリしていただけたり、なんかいろいろとこう思うことがあると思うんですけど、とりあえずミニマリストの実態というか、テレビでやってるミニマリストだったりとか、あれはマッドサイエンティストレベルの話なので、あそこまでの人はそういないと思います。僕の周りでもあそこまで、あの状態を継続してる人は僕は知らないです。でも断捨離をした後ですね、人生が本当に変わっていく、人格も変わっちゃうっていうか、別の人の人生を歩んでるぐらいのですね、人生の変わりようを僕はいっぱい見てきましたし、僕自身もですね、あの時断捨離をしたおかげだっていうふうに思ってるので、そんなみんな断捨離やってねってことじゃないんですけど、そんなミニマリストのことを知ってほしいっていうか、そんな意図もあってですね、この動画を撮ってます。はい、そんな前置きは置いといて、で、僕は基本的に1、2着をヘビーローテーションするので、ワンシーズン着ればだいたいボロってなります。ヨレってなります。本当にヨレヨレしちゃってっていうのまで使ってもいいんですけど、そうするとちょっとあまりにも貧乏臭くなっちゃってですね、僕がコンサルだったりとか、その取引先に行った時にちょっとビジネス上それは失礼になってしまいますので、十分 T シャツで行くのも失礼じゃんって思うかもしれないんですけど、僕の中での線は一応あるので、ワンシーズンたっぷり使い倒した後に感謝の気持ちを持って断捨離するってことをやってます。今は、今これ収録してる時点で9月の24日なんですけど、冬服あるかって言われたらないです。トレーナーだったりカーディガンだったり、そういったものはまだないです。これから借りに行きます。ここでずらずら喋っててもあれなんで、早速お見せしたいと思います。行きましょう。はい、こんな感じですね。正直これ見て、すごいスッキリって感じで思わなかったと思います。隙間隙間は空いてるけど、例えばこれなんかちょっと膨らんじゃってるし、なんかちょっとシワシワだしみたいな、本当にこう3着しかありませんよみたいな、そんなことはです、それはですね、僕はまだその域には達しないというか、達しようとも思ってないんですけど、じゃあ簡単にですね、ざっくりと説明をさせていただきます。これがですね、ズボンです。
まあ、見ればわかるか。見ればわかりますね。ズボン。はい。で、これが短パン。で、これが家用のズボン。夏以外、履けるので、これは、まあ、夏もちょっと着てました。はい。なんで、これは捨ててません。で、これがタオルですね。洗濯済みのタオルが、ここにかけてます。これもアンダーアーマー最強ですよ、本当に。オールシーズン使えるアンダーアーマー。これも部屋でずーっと着てますね。長く使えるものはもう長く使ってます。ユニクロのヒートテックですけど、これ3年ぐらい使ってるんじゃないですかね。なので、伸び伸びになってます。はい、まあこれも、黒っていいですね。同じ服を着るっていう、こういうことですよ。楽しいですけど、でもやっぱり、そこで悩む時間は僕はもったいないかなって思うので、これを着ればもういいんだみたいな。まあそういうものが、まあ僕の場合はもうできちゃってますね。ラコステの T シャツがすごい好きなので、超シンプル、ラコステ T と、オールドラコステの刺繍がある。これすごい気に入ってます。これはめちゃくちゃ気に入ってるので、はい。もうこれは気に入ってるんで、僕は捨てる気はないですね、これは。で、ここら辺が、本当にビジネス関係ですね。シャツ、ジャケットで、この中にスーツがあって、この中にコートがあるっていうやつですね。ここにネクタイがずらーっと。やっぱり見た人がちょっと明るい気持ちになってほしいっていうのがあって、こういうオレンジだったり、黄色だったり、明るい色を用意してます。お堅い人とつけてるときは、まあ、ワンポイントで、まあ、こういうのがあればいいかな、ぐらいの感じですね。で、上なんですけど、これが、まあ、ファブちゃんがあります。で、湿気取りがあります。これ100均の湿気取り、超優秀です。これが新しい男性用おパンティーでございます。トランクスか。で、ここに、布団が入ってます。僕はですね、まあ、ベッドがこんな感じなので、かける毛布だったりとかはここにしまってます。で、夏はですね、ちなみに僕何もかけてないです。タオルケットも使ってないですし、タオルケットも使ってないですし、もうそのまま寝てましたね。はい。ダウン。まあ、着る前にクリーニング出しますけど、もうこれだけです。はい。あ、では、ここら辺はこう引っ越しに向けた突っ張り棒が。あるので、あれこれベルトですね。巨大な突っ張り棒。って言ってもこれ300円ぐらい。ダイソーで300円で買ってきたやつなので、もう超優秀です、これも。で、洗濯したおパンティーと靴下を入れてます。まあ、いかがだったでしょうか。まあ、これだけのスペースはいらないよねっていうふうに思うかもしれません。まあ、これが多いか少ないかっていうのは、もうあなたの判断にお任せします。で、僕自身どうかっていうとですね、本当にもう毎日毎日着るものっていうのはルーティン化してますし、迷うこともないですし、洗濯物も少ないですし、本当にですね、もう身軽身軽ですよ。これがやっぱミニマリストの醍醐味なんじゃないかなっていうふうに思います。まあもちろんこれからもその必要なものっていうのは変わっていきますので、 T シャツじゃなくてちゃんとこう綺麗なシャツ着て、ジャケット着て、ピシッとした格好で人の前で話す予定も今後控えていますので、こういう服っていうのは、まあ、断捨離をしなければいけなくなるんですけど、まあそんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。まあで、あとまあこれだけのもの、まあ結構スペースが空いてるので、結構こういうなんですかね、この部分のタンススペースはいらないじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ僕もそう思ってます。今でも普通に思ってます。まあこれだけ広いところにこれだけのものが入ってる、あ、これしか入ってないっていうのが、まあ気持ちかったりするんですけど、まあ、これだけの収納スペースはまあ有り余っちゃってるので、まあだからこそ僕は次の引っ越し先っていうのはもうちょっとコンパクトサイズでいきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。またドン引きしていただけましたか。もしこの動画にドン引きしました、1ミリでもためになりました、スッキリしましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。あとですね、他にこんなことシェアしてほしいですとか、そういうのがあったら何でもコメント欄に書いていただければと思いますんで、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。